皆さんこんばんは。こんばんは。ただいまご紹介に預かりました新しい日本を作る会の代表を務めております三輪と申します。お疲れのところ恐縮ですが、今しばらくお付き合いいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。またこのような貴重な機会を賜りました本谷塾長並びに昌平塾の皆様、本当にありがとうございます。さて皆さんも何度もですねお聞きになったと思いますけれど、本谷塾長がですね我々に教えてくださっていることでですね、まず勝てる武器を持てたということを何度もおっしゃいましたし、私もその通りだと思います。それではですね、せっかくお集まりいただいた皆さんにもお伺いしたいと思うんですけれど、21世紀になっている今ですね、日本が世界で生きていく上で日本が勝てる武器っていうのはちょっと穏やかじゃないっていうことであれば、強みと言ってもいいかもしれません。日本が世界で生き残っていくための強みっていうのは一体何でしょう。皆さんどうですか。いろいろお考えになってみると驚くほどないですよ。科学技術、さっき中山先生もおっしゃってましたけれど、到底日本が世界に勝てる武器とは今思えないですよね。政治もそうです。経済どうですか。経済なんてのはもう大きな声では言えませんけれど、もう惨憺たるもんじゃないですか世界で。教育はどうですか。スポーツもかろうじて今大谷翔平君が頑張ってくれてますから、そこそこに留飲は下げてますけれど、とてもとても、サッカーも含めてもですね、もう世界で日本が十分やっていけるなんていうのはお世辞にも言えないと思いますね。それじゃあ一体何が残るんですか、日本。皆さんどうですか。はい、林さんどうぞ。持続力ですよ。2011年に国連で GDP に変わるものは何かということで調べてみたら持続力です。それで早速国連が中心になって持続力の世界チャンピオンを調べたんです。第1位が日本だったんです。何かって言ったら、比率がそうです。で、国民のあと人間のレベルなどなど16項目でほとんど1位で、足りないものが天然資源だけだと。だからそういうことでそんなに心配ないんじゃないかと私は思っています。なるほど。いや、今林さんがおっしゃったことはほぼ正解だと思います。これは表現が違うんですけれど、私も一生懸命考えました。それでもう考えに考えた結論がですね、今皆さんのお手元にもお配りしている、レジュメに近いものに書いたことですけれど、結論的には人間哲学だと思うんですね。皆さんもご承知のように世界各国でですね、もう多くの人が、これだけはやはり日本人素晴らしいと、先ほどお話しました大谷君なんかもそうですよね。単に野球がうまいっていうだけではなくて、やはり人間性が素晴らしい、あるいはマナーが素晴らしい、日本のファンのマナーが素晴らしい。しばらく間は空きましたけれど、東北の大震災、津波の時もですね、その後の日本人の振る舞いっていうのは世界の常識からすると全く信じられない、その倫理観の高さであるっていうようなことは皆さんよくご記憶だと思いますね。私は表現はちょっと違うかもしれませんけれど、日本がですね21世紀の世界で生きていくときに、これだけは今でもですよ、今でももう世界で一番大きな強みじゃないかと思うのは日本の人間哲学です。それで人間哲学っていう言葉をですね、あまりお聞きになった方がいらっしゃらないかもしれないので、2、3ちょっと補足しますと、日本人っていうのは大昔からですね、人間とか社会に関する考察とか観察とか思索というのはものすごく深いんですよね。したがってその人間について語ったり人間について考えるというのはもう当たり前のように何千年とやってきたと思いますね。したがってこと改めてですね、人間学だとかというのはちょっと恥ずかしいというようなこともあるかとは思うんですけれど、それでもですね、
まあ、終戦後ですね、まあ、私の記憶ですと1950年あたりからでしょうか、人間学っていうのは日本人にとって大事だということを言う人が各地に、日本各地におられまして、それなり の, あの活動を地味にですね、しっかりおやりになってきたと思います。ですがちょっと大事なことがありましてね、人間学っていう言い方で、まあ、あの何て言いますかね、発表されたりだとか活動されたりだとか、多くの方に講演されている立派な方も私は何人もあの承知しておりますけれど、ただ押村区はですね、人間学っていう言葉が世界に通用しないんですよ。これはなぜかって言いますと、もう辞書を引けばすぐ分かることですけれど、人間学も人類学も英訳すると全く同じなんですね。アンソロポロジーっていう英語でもう型がついてしまうんで、日本人の人間学が素晴らしいっていうことを欧米人にいくら力説しても通じないんですよ、おそらく。だから日本の強みをですね、世界の人たちに知ってもらおうと思うと、人間学という言葉以外の新たなキャッチフレーズなり、まあ、用語に近いものが必要であると、まあ、そういう含みもあるということをちょっとまずあのご了解いただきたいと思います。まあ、それでですね、まあ、今申し上げたように、あの日本人の、まあ、一番強みっていうのは人間哲学であると。じゃあ人間哲学の中身っていうのはどうなってるのかっていうと、まあ、これもあの多くの方がですね、まあ、今日おいでの方々もほとんどの方が同意されると思うんですけれど、日本の人間哲学の真髄に近いものっていうのは、皆が幸せになるように生きるということなんですよね。まあ、ここは非常に重要なところでですね、自分だけが幸せになる生き方は求めないんですよね。自分だけが幸せであっても周りの人とか多くの人が幸せじゃないと本当に幸せにはなれない。これがおそらく縄文時代からの日本人の常識なんですよね。まあ、したがってエゴイズムであるだとか、まあ、個人主義に近いものとか、あるいはまあ何年か前から流行っているミーイズムってのがありますよね。自分絶対主義とか訳す人がいますよね。自分の判断が全て、自分のその時の感情が全て、自分の感情を害するものはみんな悪とかいうような考え方がミーイズムの典型ですよね。ですけどそういう考え方は日本の伝統には合いませんね。まあ、したがって、まあ、先ほど来ですね、あの多くの方が、まあ、日本 の、まあ、の強みに関わるようなお話をされてましたけれど、日本が、まあ、政治の世界であれですね、産業の世界であれ、今から世界で生きていこうと思ったときは、何が何でもですね、日本が現在でも保ち続けている高度の人間主義ですよね。もう多くの方が日本は信頼してくれる。多くの方が日本となら一緒にやっていけるかもしれないと思ってくれる。そこにもう一度私は立ち返るべきだと思います。まあ、したがってですね、まあ、この人間哲学云々ということについては、まあ、ぜひですね、この機会に皆さんにですね、記憶に留めていただきたいと思うんですが、まあ、一つあまり大きな声で言いたくないことがあるんですよね。それはどういうことかというと、私の勉強した限りですね、欧米人、特にヨーロッパの人間ですね、知識人はですね、まあ、みんな悔しいからあまり言わないんでしょうけれど、大きなコンプレックスがあるんですね。それは何かというと、古代ギリシャの人間哲学に対するコンプレックスなんですね。まあ、ヨーロッパっていうのはご承知の方も多いと思いますけれど、キリスト教の文化は、まあ、ある時期からものすごく強くなってますから、古代ギリシャの人間哲学の系譜っていうのはですね、いつの間にかキリスト教の神学的なお話にすり替えられてるんですね。まあ、したがって中世以降のですね、ヨーロッパの哲学も一部の例外を除いてはですね、古代ギリシャの人間哲学の系譜からは相当外れてるんですね。じゃあ古代ギリシャの哲学の系譜っていう、人間哲学の系譜っていうのは、これはもう皆さん十分ご承知だと思いますけれど、まずソクラテスですよね。それからソクラテス先生の弟子のプラトンですよね。それからプラトンの弟子のアリストテレス。それからさらに言えば、アリストテレスがもう手塩にかけて育てたのがアレキサンダー大王ですよね。まあ、こういったヨーロッパのですね、古代ギリシャの人間哲学の系譜っていうのは、ヨーロッパの知識人にとっては、
何て言いますかね、憧れなんですよ、ある意味では。まあ、したがってそれがご承知のようにですね、中世、まあ、あのカトリック教会に対する反発もあったんでしょうけれど、まあ、あのいろんな変化がヨーロッパでありましたけれど、その時のベースになるのはほとんどはですね、古代ギリシャの、あるいはギリシャローマのですね、華やかで明るくて伸びやかな人間哲学に戻ろうっていうようなお話が当然出てくるわけですね。まあ、従って21世紀に今なってますけれど、日本人がですね、もしも特に欧米のですね、知識人にお前さんたちもう少し勉強したらどうだと言える立場があるとしたら、それはおそらく古代ギリシャと日本が相当共通点があるわけですけれど、まあそういったことはまた別の機会にお話しさせていただけたらと思いますけれど、やはり人間哲学なんですよ。まあ、従ってヨーロッパ人にですね、まあ、西洋の知識人に日本の人間哲学について君たちもうちょっと勉強したらどうだって言えるのが私の立場ですね。まあ、従って明治もですね、まあ、和魂要塞っていうような言い方をした人がもちろんいますけれど、和魂っていうのは何かっていうと、言葉を変えれば日本の伝統的な人間哲学ですよね。だから科学技術であるだとか、まあ、いわゆる物質文明に近いっていうものはヨーロッパの方が優れてたんだけれど、人間哲学、もう一度言いますと人間や社会に関する深い思索とか資料に基づいた知恵ですね、そういったものははるかに私は日本の方が優れていると思います。さあそこでですね、今のあのお話ですね、まあこれは言わずもがなですけれど、まあレジュメにもちょっと書いてしまったことなんであえて言いますけれど、もしもですね、その日本が一番の強みといえる人間哲学というものがなくなってしまったら、まあいろんな事情がありますよね。アメリカナイズするだとか、あるいは何かにつけてヨーロッパだとかアメリカのことが優れてると言って日本へ持ち込んでくる知識人がいるとか、そんなようなことになったら一体どういう日本になるのかということですね。国は小さい、資源もそれほどあるわけじゃない、どうですか。もうただの小さな国になるんじゃないですか。強みが何もなくなったらもうそれしか残らないでしょ。もう世界がリスペクトするとか、世界の人たちが一段上に見てくれるとか、そんなこと何にもなくなるんじゃないですか。だからグローバリズムだとか、今でもですね、マスコミでも何かにつけてですね、ヨーロッパではこんなことやってる、アメリカではこんなことやってる、日本は遅れてるとか寝ぼけたこと言ってる人が何人もいますけれど、じゃあアメリカと同じになったらいいんですか、ヨーロッパと同じになったらいいんですか、世界と同じになったらどうなるんですか。日本のいいところ何にもないわけでしょ。ただのちっぽけな小さな国になるだけじゃないですか。そんなことには私は絶対させたくないですね。さあそこでですね、まあお話の後半に移らせていただきますけれど、まあレジュメの次のページをちょっと見ていただけると、ちょっとこれ、すいません。ごめんなさい。まあ、ご覧いただいて、この次ですね。はいはい、ごめんなさい。はい。まあそこでですね、お集まりいただいて皆さんにお考えいただきたいんですけれど、それじゃあその日本人の、あるいは日本の一番強みである人間哲学、非常に高度な、世界でもいまだにトップクラスといっても過言でないような人間哲学を、日本の国の人々、まあ国民ですよね、それとあと外国の人たちに知らせるには、気づいてもらうには、どうすればいいかということですね。これは難しいんですよ、難しい。まあ、その一つの方法としてですね、私は、まあ、ちょっと乱暴にお感じになる方がおられるかもしれませんけれど、一番手っ取り早いのは憲法を廃止することだと思います。憲法っていうのは倫理観の低い国でこそ必要なものなんですね。だから日本のような、もう世界でも際立って倫理観が高いような、法律がなくったって物を盗む人がいないような、そんな国では本来憲法は私は必要ないと思うんですね。まああるいはそういう前提でもう一度見直すべきなんですよ。憲法ってのは本当に必要なのかどうか。そもそも日本ってのはどういう国なのか。それから外国についてもですね、
日本が憲法を廃止したっていうと世界のトップニュースになりますよ、きっと。なぜそんなことをしたのか、日本はそれでやっていけるのか。まあ私の知り合いのジャーナリストもこれはもう太鼓判を押してくれてますよね。それはもう世界を間違いなく駆け巡るニュースだって言ってますよね。まあそれで初めて日本の強みっていうのがですね、国の内外に自覚されるんではないかと私は思ってます。でまあ非常に申し上げにくいんですけれど、自由民主党、まあ私決して嫌いじゃないですよ。私は自由民主党を倒せっていうような人が大嫌いですから、自由民主党に代わって新しい保守政党を作るべきであると言ってるわけですから、まあ誤解はないようにしてもらいたい。ただし自由民主党、申し上げにくいけれど多分自由民主党の間は憲法の改正もできないと思いますよ。まあ私の知ってる限り自由民主党の中にもですね、今の憲法いいところがいっぱいあるって言ってる人がいるわけですよ。私はもうちょっとね、もう情けなくて、もうちょっとしっかり読んでくださいって言いたいぐらいですけど、まあしたがってですね、まあ政治離れをしている現状もですね、若い人が憲法を廃止する、それから自由民主党に代わる新しい保守政党ができるというようなお話になれば、相当関心の度がですね、今とは違ったものになると私は期待しています。まあ、それで最後になりますけれど、まあ今日ちょっとつまらない私のですね、本の抜き刷りだとか内容見本を配らせていただきましたけれど、まあその趣旨はですね、まあこれもはっきり申し上げておいた方がいいと思いますけれど、まあ私は若い頃からですね、まあ古くは新自由クラブとか、まあその後の新党先駆けだとか、そういったことに関わってきた人は個人的に何人も知ってます。ただしそういったものが軒並み思うような結果にならなかった一番大きな理由は何かということを考えますと、おそらく準備が足りないんですよ。その時々でですね、まあ同志といえる何人かの政治家の方々がですね、旗揚げされるのは非常に立つということだと思いますし、それが出発だとは思いますけれど、多分うまくいかない。なぜか準備が足りないんですよ。もういかんせん立党の記者会見をした段階で綱領が決まってないだとか基本政策が発表できないっていうんじゃ話にならない。まあ私は、まあ、あるいは私の仲間ですね、新しい日本を作る会の仲間たちでもう何十年も前からそういう話はあれやこれやしてきまして、新しい党をもしも立ち上げるとしたら最低限このくらいの準備はすべきだろうと、それを本にしたのが新しい日本を作ろうという本です。まあ、これは1500ページ近くありますから、まあ、よほど物好きな方じゃないとお目通しいただけないので、まあ、今日はそれの目次等を調査しにして配らさせていただきました。それから先ほどの人間哲学っていうので、日本は21世紀の世界で勝負したいと、そこを起点にですね、政治も経済も教育も科学技術も展開していきたいというような思いを込めたのが新しい時代の人間哲学という本です。まあこれも商品見本のような格好でですね、皆さんにお配りしましたので、まあこれも1300ページ近くある本なので、まあよほど関心を持っていただける方ではないと、まあただいたずらに迷惑なだけということになると思いますので、もしも関心を持っていただける方がおられましたら、私の方までご連絡いただければと思います。以上です。どうもご清聴ありがとうございました。